ないつも支えてくれて笑わせてくれてありがとうございます。この場を借りて謝りたいことはありますか？謝りたいことはもうたくさんありますね。私今留学に行ってしまってる子なんですが、ずっとブルーノマーズの CD を借りているのでそろそろ返します。ごめんなさい。憧れの女性有名人は、ずっとローラさんが大好きですね。何でも料理もできるし、おしゃれだし、可愛いし、ポジティブだし、大好きです。憧れの男性有名人は誰だろうな、誰だろうな。憧れ、雰囲気とかがもうすごい好きなのは岡田将生さんがすごい好きです。願いが一つ叶うとしたら、矯正を早く外したいです。1年と 2ヶ月ぐらいですね。だからあと1年ぐらいです。